いやー、せつなけいすけだよ。今回はこのゲーム、カリスマ占い師になろう。楽しみながら、占い力を上げるトレーニングを、やっていきたいと思います。日頃から感じていませんか、皆さん。自分には何か力があるんじゃないかと。その力を使えば、誰かのためになるということを感じているのではないでしょうか。私は感じております。私には未来が見える力があるんではないでしょうか。それを使って誰かをの不幸をなかったことにできるのではないでしょうか。そうな気がします。なので私はそれを証明するべくこのゲームをやっていきたいと思います。このゲームは占い師として活動を続けていきます。ここにも書いてある通り、このソフトの内容はジョークであり、プレイの結果、上級を出した才能が開花したとしても一切責任を持ちません。いえ、責任なんか取らなくて結構です。むしろ感謝します。というわけでやっていきたいと思います。最初から占い師です。いざやってみたはいいけどさ、いきなり出てきた人がすっげーうさんくさいんよな。うさんくさいなこれ。なんでこんなに金ピカに光った人と いきなり出会わなあかんのこれ。いらっしゃい。私の名前はマダムキヨコ。いつなんか将来キヨコジラックスとか呼ばれてテレビに出てきそうな人やな。占い力トレーニングをご希望のあなたのためにこれからガイダンスをしてあげるわね。どうぞよろしく。あ、よろしく、よろしくやけどさ、そのめっちゃ光ってる感じどうにかならん。早速だけれど、まずはあなたの名前を教えてくださる。こんなうさんくさいやつに名前を教えたくないんやけどな。これ6文字までなんじゃ。じゃあ設計にしとこうか。ふーん、そうなの。まあいいわ。これからあなたは占い師の生活を体験しながら実践形式で能力のトレーニングをしていくことになるの。おう。でも難しく考えることはないのよ。最初のうちは大変かもしれないけれど、あなたの占い師としてのオーラと知名度次第で自然と客も来るようになっていくわ。あ、そうっすか。そうっすか。別に俺商売するつもりはないやけど、まあ、いや。あとは、あなたの頑張り次第よ。テレビに出れるぐらいまで成長してくれると、私は嬉しいわ。そうかい。それでは、また、いずれお会いしましょうね。はい、わかりました。師匠。今ちょっと、ここポワンポワンってなった時にすごい顔歪んどったけど、大丈夫か、お前。このシステムはちょっと先にやっておいたんで、まあ、理解はある程度できとるんですよ。まずはね、料金設定やね。これがちょっと肝となるんかな。これはまあ、一回診断したらいくらもらえるかってやつです。最初の方は低くしてから高くしていくんが、まあ、一般的だろうな。謙虚に1000円。気違いな俺にも割には謙虚に1000円。最初はこんなもんでいいだろう。物品購入点がありまして、まあこんな感じでチラシとか出したりするわけですね。まあさ、占い師だってさ、俺形から入るタイプやけん、水晶玉買ってさ、もうそれっぽくしとかなあかんよなって思う。そんでもって、まあこんな感じで営業開始すれば営業開始と。でこんな感じで1日が始まる。占い師として、なんか来たで。ちょっとなんか変な人来たよ。お客さんかと思ったら怖い人が因縁付けてきたとか来たんやけど、これ知らんわ。これどういうこと。やばい、こういう人からは逃げた方がいい。がっちり肩つかまれてる。がっちり肩つかまれてる。どうして。へつらっとこうか。
頼りになるってよく言われませんか。きたー、心に響いた。ヘズライヘズライ、どんどんヘズライ、いけー、よっしゃー、やり過ごした、よかったよかった。やっぱ占い師って恨まれるような職業なんかな。実は嘘ついとったでしょみたいなこと言われて、いちゃもんつけたりするかもしれん。ってことは、占い師として究極になるためにはさ、こういう相手がクレーマーとかの対処も必要なんやな。わかった。今回のちょっと勉強したわ。お役婚かな。あー、まだなんか来た。メンヘラ、こんなんくれ、もうお前暴れたいだけちゃう。逃げろ。よし、じゃあ逃げた。こういうのも必要だ。わあ、終わってもた。今日終わってもたでないか。なんな、怖い人とメンヘラと戦って終わったんか。ほら、見てみーだ。見てみーだってなんか視聴者さんに失礼やけどさ。これ、回避ってんがあってね。1日働いたらまあ、会費として3000円引かれるんですよ。つまりね、何も売らないんかったら、プラマイどころかマイナス3000ってね、マイナス3000の赤字ですよ、クソ。お客さんが来んかった。クソ、次の日こそは。もう来んなよ、怖い人とかメンヘラとかそういう類の人。おかしい、おかしいぞ。もしかしてこっちがメインのゲームちゃうんか。異教徒が因縁つけてきたって。二刀流のような類の人がすごい来たんだ。逃げろ逃げろ。わ、肩つかまれた。これどうすればいい。へつらっとこうか。運気を上げる方法を教えましょう。わあ、聞いてない。異教徒を運気を自分で上げる術を知ってるのか。情に訴えとこう。厳しく見えますが、慈悲深いところもありますね。わあ、そういうメンタル的なことも聞かんのか。ならば威圧するのみ。私は呪術にも精通しています。おら、呪術じゃ怖いやろ。聞かない、やばい、何もできない。言い尽くして帰っていった。業績下がった。なんで資金下がったんや。取られたんか。300円、300円だけ取っていったってどういうことなんか知らんけどね。きたー。なんだこのゲーム。占い師として働く、なんか仕事をし始めたら、なんかいきなりクレーマーが3人来て、ようやくお客さんが来るってどういうことだ。まあいいや、このゲームのシステムではこんな感じ。まずはとりあえず身の上を聞いてみようか。言い当てるのはその前、占いを始めるのもその後です。あれ、なんか変なこと言った今。身の上を聞いてみましょう。まあ私にはあなたのことが全てわかるんですけどね。あなたの名前は、そうですね、聞くまでもありません。一応聞いてあげましょう。私にはわかっております。そうですね、そうですね、あなたの名前は白髪白子という名前でしょ。ちょっと待って。もう分かっていますよ。出世でしょ。分かっていますよ。あなたの名前は出世し、でしょ。分かっていましたよ。さて、誕生日の方を聞いてみましょうか。あなたの誕生日は3月18日でしょ。まあこれぐらいの誤差は当たり前です。さて、年齢を聞いてみましょう。あなたちょっと老けて見えますね。失礼ですが54歳ではありませんか。あら、結構老けてらっしゃる。それは良かったですね。私54歳に見えました。86歳で54歳の美貌を持っているのですね。あなたは素晴らしい。
さて血液型ですね。あなたは、まあ分かっていました。口に出さなかっただけです。分かっていました。 A 型でしょ。さてそろそろ言い当ててみましょう。私にはあなたの全てが見えます。兄弟の数、そうですね、あなた兄弟が2人いるでしょう。ワロだって何ですか。ワロだってごまかしてもダメでしょ。ダメですよ、2人いるんでしょ。さてあなたの趣味はですね、こう見えて結構インドアなタイプでしょ。登山とかお好きでしょ。ごまかさなくてもいいのですよ。別に年取っているからといってインドアにハマるのも悪いとは言いません。むしろ健康的ではありませんか。配偶者、多分いないでしょう。そうです、神なのです。私はその言い方ではちょっと腹立ちますが、神なのです。部活動、結構昔の話になりますね。あなた今はインドアでありながら昔は結構文化系ではありませんか。何を笑っているのですか。こちらは真面目なのですよ。あなたはバチが当たりますよ。私のことをそんなことを言うのはバチが当たりますよ。さてそろそろいいでしょう。本格的に占いを始めてみましょう。ではまず水晶を見てみましょう。じゃあ占いを始めてみましょう。学業運ですか。あなた86歳でまだ学生をやっているのですか。まあそういう人もたまにはいるでしょうが、そうですね、あなたそのオタクみたいな、ワロタワラワラみたいな感じでアニメに精通しすぎていて、たまにアニメでやる気をそがれておりますね。やる気に波がありそうです。生活を改めなさい。アニメばっか見ていると、仕事、学業もうまくいきませんよ。というかこの動画を見ている皆さん、実況動画とかアニメとかの見すぎで勉強がおろそかになっておりませんか。私はあなたたちにも同じ忠告をしておいてあげましょう。しかしこまめな休憩は重要だと思っております。息抜きにアニメや実況動画を見るのは私もいいと思っております。強いて言うなら私の動画が一番いいと思っております。こまめな休憩を取るときに刹那圭介の実況を見なさい。以上。いえいえ、あなたの運勢はこれでうなぎ登りでしょう。ああ、よっしゃ、とりあえずいい感じに仕事できた感はあるわ。でもね、この会費3000円で1回仕事支店が1000円入ってくる。そして損失300円あったね、奪われた。で結局は赤字2300円なんですわな。厳しいね。知名度が66、業績4やけど、どうするかな。料金を1つ上げた方がいいんかな。てか上げんかったらちょっと厳しいとはいえ、まだ1000円でも1人しか来んかったけん、どっちだろうな。1000円のままでちょっと我慢耐えてみようか。ああもういいやお前、なんなんクレーマーの方が多いぞ。ここに来るの、逃げろ逃げろ。やった、よかったよかった、逃げ切れたわ。よし次、よっしゃー、ちゃんとした人お客さん来たわあー、
最近だね、最近だってまだ2日目やけど。2日目やっけ。もうよく、どうでもよくなってきた、何日目とかそういうわ。さて、あなたが2人目のお客さんです。その選ばれし2人目として、あなたは選ばれたのです。自信を持ってください。まずは目の上を聞いてみましょうか。まあ、私にはあなたのことが丸見えなんですけどね。では、名前からいきましょう。そうですね。あなたの名前は山田拓郎とは言いませんか？あれ？まあ、分かってましたけどね。ソウロさんですね。日本人みたいに見えて、実は日本人じゃない日系の方、ソウロさんですね。韓国の方でしょう。ですね。誕生日ですか。まあそんな感じはしてました。3月16日顔だなという、そんな感じはしてました。私には全てが見えております。年齢はそうですね、42歳ではありませんか。失礼しました、20歳ですね。はい、当たりました。分かっておりました。誰があなたのことを42歳と言いますか。そんなのは絵で占い師くらいでしょう。しかし私は違います。20歳と思っておりました。さて、血液型ですか。 B 型ではありませんか。これが私です。私はあなたの全てを知っています。では、言い当てていきましょう。兄弟の数。この方も前と同じく2人でしょう。何ですか、そのうーんっていう反応は。職業。20歳。多分大学生ではありませんか？学生。何ですか？だからその反応をやめなさい。配偶者はさすがにいるでしょう。その反応をやめなさいと言っているでしょう。3度目ですよ。仏の顔も3度までという言葉を知らないのですか？もういいです。あなたのことを占ってみせましょう。まずは水晶を見てみましょう。では占いを始めましょう。仕事運ですか。わかりました。まだ若手のようですね。あなたは可もなく不可もないでしょう。入りたてなのでちょっと気持ちに余裕がないのかもしれませんが、それでもうまくいっているような感じではある。まあ微妙なところですね。今は耐え時です。入社してまだ会社に慣れているのは分かります。しかしここで耐えないとこの先大変です。昔の友人と話してみましょう。何かヒントが得られるかもしれません。というか、あなたに友達いるのですか。私そこだけは占っても分からないのですが、どういうことですか。いえいえ、あなたの未来はあなたが切り開くものです。私はそれの助言をしただけです。ところで気になるのですが、あなた友達いるのですか。何度言います、2回目ですが、私はそれだけが占えません。あー、また来た。お前前も来たな。クソ、こいつに300円取られたっていう過去があるんだ。逃げろ逃げろ。よっしゃー、耐えた。クソ、また赤字だ。これはまずいぞ。お客が1日に1人しか来ない。むしろなんか来てほしくもないようなクレーマーが来てる。
こうなったら料金を上げて一人当たりの金額を肩増ししてやろう。よし、やったな。今度こそ。お前、昨日来たばっかやん。もういいや、逃げろ逃げろ。ああ、ガッチリ肩掴まれた。逃げることもバレてる。へつらえ、へつらえ。運気を上げる方法を教えましょう。よっしゃ、聞いてる。これで攻めろ。攻めろ、攻めろ。よっしゃー。撃退。これで私も強くなっ。あ、また。ヤンデレとかもうダメな人来た。逃げとけ、逃げとけ。こんなん、ああ、ヤンデレやるの。こいつ、ヤンデレってヤンドる人だろ。ヤンドるんだろ。だったら優しくしてあげたら何とかなるんちゃうかな。厳しく見えますが、地味に深いところはありますね。よっしゃー、ヤンデレはこれに弱いぞ。優しくしてくれる人に弱いんだ、ヤンデレは。よっしゃー、業績が5上がった。業績ばっか上がってる。変な業績の上げ方だけどね。あー、お前もういいやん。どうせお前、へつらったら消えるんやろって思うよ。頼りになるって思う。よく言えませんか？くそ。こうなったら逃げるしかねえ。肩つかまれた。情に訴えろ。あなたは痛みの、人の痛みの分かる子です。やばい、こいつダメだ。ダメだ。業績5下げて300円取っていって。くそ。まともなお客が来ねえ。来ないまま終わってしまった。今日はどうなってるんだ。料金上げてるのが悪いのか。わかりました。1000円にしましょう。お客がとりあえず来てほしいです。来ませんね。逃げろ逃げろ。しゃー。なにこれ。あー、ようやくお客来た。久しぶりのお客です。私はあなたみたいな人を待っておりました。まずは身の上を聞いてみましょう。ところであなた、なんかどっかの音楽バンドの一員だと思われたことはありませんか？まあそれはどうでもいいでしょう。名前を聞いてみましょう。そうですね。あなたの名前は、おの、よしみではありませんかね。はじゃなくてかじゃないのですか。そこだけが気がかりです。いや、わかっていましたよ。しずはって名前なのでしょ。誕生日は4月12日でしょうかの。それぐらいの誤差はよくあることです。私もちょっと勘が鈍っていましたね。数20日ぐらいずれていたのかね。もうちょっと自分が何言ってるか分かってもありませんがね。さて年齢を聞きましょう。20代中盤25歳じゃありませんか。まあよかったですね。これくらいの誤差は、まあ、たまにあることです。血液型は A 型ですか？まあ、AB 型っていうのは、ぶっちゃけ A と B が合わさってるようなものですから、まあ正解ですね。さて、言い当ててみましょう。私にはあなたのすべてを知っています。配偶者はいるでしょう。何ですかその言葉は。羊屋の侍かぶれの方ですか。その言葉は、その言葉はもう流行っていませんのでやめた方がいいですよ。これは占い師としてではなく人間としてのアドバイスです。兄弟はいないですかね。何ですかそのじゃっていうのは。やめなさい。その言葉もう流行っていません。趣味は
飲食類じゃないですか。結構食べる方でしょう。恥ずかしがらなくてもいいのですよ。女性だからだ。大食いなところを知られたくないのはわかります。あなた結構こう見えて宗教系にハマっているでしょ。私と似たような空気を感じます。では占ってみせましょう。では水晶を見てみましょう。この辺りのこれがああだってパーとなっておりますっていうことはですね、好調ということです。大丈夫ですね。自信を持ってください。そうですね、幸運の鍵はですね、接待や根回しをうまくやっていきましょう。あなたには自信を持ってもらいたい。あなた本当に音楽バンドで見たことあるのですか。誰のでしょうかね。まあそれはいいでしょう。ああ、もう今日も赤字だ。これ赤字から脱出する方法はないのか。どんどん資金が減っているぞ。てかお客よりもクレーマーの方が数多いんですけど。ああまずいな。占い師向いていないのかな。まあいいや。というわけで、私の占い師としての人生はここで始まったばかりですが、もし続きの私の人生を見ていきたいという方がいたら、コメントの方で続きが見たいですと言ってください。そして高評価を入れてください。高評価とコメントの内容次第で続きをアップすることを考えます。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。シーウアゲ。あ、喉痛い、これ喉痛い。喉痛いこれ。